ジーニアス英和辞典プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。オードリーの若林です。土曜の夜、かすみ。いやー、始まりましたね。一つ、よしなに。いやー、しかし、かすみさん、なんでこら。いやー、おい、ちょっと今日は荒いですね。まあ、多少ね。あ、もしかして、今日の荒い理由、昨日1時間半押しだったからです夜中3時半終わったの。いやー、ビッグラブ3時半回っちゃってるからさせっかくのフライデーナイトね、いろいろそのね、ジム行ったりとか、あの金曜の夜はね、トークを貯めるためにね、やっぱ夜動きますからね。そうなんですよ、後ろのカゴにね、トークをね、こう入れてね、カゴの底が穴開いてるんですけどね、バカ野郎ってねなかなか治んないよ、それが。そのまま土曜日日本放送に来て、でカゴ見たら空っぽだったんですね。日本放送ってなんでって話なんですけど、確かにそうです、本ですね、丸がつく短冊ってなったけどもね。いや、もうビックラボじゃってね、3時の半回ってたから。あ、そうですか。久しぶりだから、なんじゃいこらの圧が強いのが。そうね、でもう3時の半とかもう4時近くですよ、むつみ204にご帰還されたのが。はいはいはい、はい、そうなってくるともう誰かをに連絡してとかいう気にはならんね。4時じゃなんないでしょうね。でなんかどうしたもんかいのーと思って、そのおこたでさ、まどろんでるうちにさ、気づいたらもう朝の9時とかになってるね。寝ちゃって。何の話なんですかこれ寝ちゃってさ、でちょっとなんか、あのちょっと風邪気味になってるのね。おこたれ寝ちゃってるから。いや、ちょっと何よ、加藤さん、もしかして今日、関東でしたっけ、日本放送が、あのサッカーでね、詳しく説明しますとね、今日1時台の放送は、日本放送だけオンエアされてない。そうなんでこうな。で、他のネット局35局には全部届いてるんですけども、日本放送だけない。そうです、ね、それはサッカーをやってるから。だから春日さんもこのように伸び伸びとですね、オチのない平坦な話ができるわけです、そうね、まあご報告までって感じですね。だからね、ご報告までのお話をしようかなと思って、ね、もう本当に肉の脂身のところの話をしてる。だから胃もたれに注意だよね今日の放送は。早速ラードを2つ出してますけどもね。その時はこれしかないですよって。で、そうなんです。あ、そうか、あんまりサッカーっていうとサッカーの方に行っちゃう人がいるから、あんま言ってくれるなっていうことなんですかね。いや、見てるでしょうね。まあね、だって前回のその韓国戦でゴンしたっけ、あれのその視聴の率がだいぶすごい、35とかですって。35ね、そこそこ深い時間よね、あれもね、12時と今ぐらいの時間でござんすよ。ねえ、48いくでしょ。48いくでしょ。残りはだって、残りのその52か、52がまあ聞いてるんでしょうな。聞いてくれてんのかな。でもさ、勝ってるよ。だからそういった意味じゃ勝ってるよ、サッカーに。率として52あるから、こっちは。52%。向こう48だ。いや、でもさ、その話はまあまあ、あのスライドさせてみたら。どこまで滑っていくかね、どこまで。いや、あの俺思うんだけどさ、関東っていうか日本放送がないから、その業界人の方っていうか、は聞いてないわけです。あー、まあそうでございますな。だから、今日は、中東テレビの話、悪口はダメだけど、あの関東ローカルの番組の悪口はいいですよ、春日さん、今日は言っても。まあ普段溜まってるでしょうから。そっかー、なる、学生ヒーローズの話とかってことでしょ。俺それを知らないのよこの間 AV で自分磨きしたで AV 消したらね、学生ヒーローズで春日がふんぞり返ってたけど、大統領。ああ、見てくれた。一気にしぼんじゃったよ。だってそれはもうことが終わった後でしょ。あ、そうですか。で、学生ヒーローズにご不満はないですから。一番伸び伸びとやってる。あれはもう楽しいですね。俺はもう全部何にもない。全部ありがたい。お仕事は。なんか本当不満一つ。なんかむしろ恵まれすぎちゃってどうしようと思って。いやいやいや。怖いね。明日が怖い。恵まれすぎちゃって。そんなね、スタッフさんが聞いてる用のトークはいいですよ。
いやいや、何年でそんなこと言うんですか。なんかないんですか。いや、俺全くない。本当にない。何にも不満がない。あの今の自分に。今の自分に、うん、自分の環境に。なるへそ、うん。じゃあまあ別に。ただその事務所の人も聞いてないですから、うちの事務所は、うん、あの関東の中ですから、うん。だからいいですよ。うちの事務所の批判もしても。今日春日さん溜まってるでしょうから。僕はないですけどね。いや私もないです。恵まれすぎちゃって。逆に明日が怖い。明日が怖い。うん。ただじゃあ社長の真似だけ、モノマネだけしておきますか、じゃあ。社長のモノマネ、うん、どうぞ。あれいいよな、平田っていうのやってるだろう。これだけやっときます。あー、似てますね、これさ。平田っていうのやってるだろう。あー、似てるね。あれいいよな。ああいうのいい好きなんだよな。あの人気あるのか。そうですね。はい。結構言われますね。そうだよな。あれは言われるよな。あれはいいよな。これだけはやってきます。これね、似てるんですよ。その語尾の感じがね。似てるだろう。似てますね。自分ではわからないんだよな。あ、似てますね、非常にね。うん、これはやってきますけど、これはだってもう今日だけですよ。うん、うん、まあそうだね、うん、うん、これをね、その音源をね、うん、事務所のね、うん、中で聞いてる人とかたまにいるらしいんですよ。事務所の中で聞いてる人、要するに、うん、事務所の中で我々の、そう、焼いたものを、あ、はいはいはい、それをもし社長がいて俺が社長のモノマネしてたら、うん、あれはどういうことなんだろうなってなっちゃう。あ、まあそうだよね、うん、だからまあそれもまあないってことでしょ。ないな。で、事務所の誰か人間が、うんうん、これを後日聞けることもできないわけだね。うん、でこれはね、うん、ゆとり教育からも潮目のように分かれてるよな。この間一番タイムリーなところから持ってきましたな。ちょうどそういう話したもんね。そうそうそう、社長とね、うん、我々とマネージャーさんと、うん、そうです。今日はちょっとだから贅沢な放送となってますけども、ね、うん、なるほど。それバーヒデも聞けないですよね、うん、あいつは関東に住んでますからね。いやでも分からんよ、うん、何がですか。それ営業で地方に行ってる可能性があるからね。バーヒデだから週末土日でしょ、土曜どっかに呼ばれて、そこの出先で、うん、の、まあ、ホテルかなんかもついてるじゃないですか、レジを、うんうん、枕元に。あと、まあでもそうだ、俺うかつに思ってたけど、うん、あの人ブログやってるから、うん、こういうこと喋ってましたよってブログに伝達が行く場合もあるよ。それが怖いよな。それも考えていかなきゃいけないよな。そうですね、話すとき注意した方がいいよな。それ今日ずっとそれで言ってくれないから。社長の、うちの事務所の社長のオールナイトニッポンみたいな。それちょっといいね。それは難しいよな。やってもいいんだけどな、難しいことだよな。いや、そんな難しいですかね。やってみる価値はあるのか。いや、ちょっと一回、そうですね。やってみる価値あるんだったらやるけどな。一回誰かで丸々やったっていうのは、まあ、社長じゃなくてもね、誰かで丸々やったっていうのは、ちょっと面白いなって。そうなってくると、前の、タメ口はおかしいよな。そうですね。すみません。そうだよな。すみません、それは。うん。漬けマグロ丼っていうのは大したもんなんだよな。ここの漬けマグロ丼は立派なやつなんだよな。そうだ。この間ね、この間の。大したもんだぞ、ここの玉寿司はな。もうあれなんですよ、社長。もうそこそこもう、いろいろ食べちゃったんで、お腹いっぱいになっちゃったんですけど、もう漬けマグロ丼はちょっと。食べといた方がいいよな。あ、そうですか。美味しいんだよな。でも1個丸々は食べることできないのかもわかんないですね。デザートもあるんだよな。デザートあるんですか。ここの、プリンが大したもんだぞ。全然受けてないじゃない。ごめんなさいね、ごめんなさいね。これまんまこの間ね。ついこの間です、今週飯食った時のまんま会話の再現ですよ。デゲマグロって言ってたもんね。デザートも勧めてたな、プリン。勧められるがままに、私プリン食って本当にうまかったからね。なんか、酒かすからずに作ったプリン。あれいいよな。家呼ぶのはいいよな。家呼ぶやってるよな。いや、日刊スポーツの。そうだよな。春日の部屋。この間あれ傑作だよな。傑作って言うんだよね。あれ良かったねって傑作っておっしゃるんだよね。あれ傑作、ああいうのが傑作なんだよな。
ありがとうございます。未だかつて、未だかつてないよな。仕事に栄養でそれが乗るって未だかつてないよな。未だかつてもよく言うんだよな。傑作と未だかつてはよくおっしゃいますな。あれはっきりわかるよな。新社員取るからな。ゆとり教育が新社員にやってるよな。あ、ゆとり教育の話は印象的だったな、確かに。ちょっとすいません。社長のモノマネで5分疲れちゃって、うん、そういうこともね、なかなかないですから。そうなんですね。だから奈良では関東圏が放送されてないから。だからでも、春日さん、社長はブログとツイッターやってないから大丈夫ですけどね。バーヒデは行っちゃうかもね。気をつけた方がいい。だからやっぱりね。まあそうね、バーヒデさんのことは、うん、まあ、控えときましょうか。まあ、まあそうだね。うん。バーヒデがクソだっていうことは、一応確認しておくけど、それは大丈夫。それは大丈夫。それはもう浸透してるでしょ。それはまあ、実際に。あえてここで言わなくても、うん、その、我々のソウルネット日本に、俺だってもう来てくれた時、うん、まあ、あとミュージックソンに来た時、うんうん、まあ、あとブログなどを読んでいただいてる方、うん、方にはもう伝わってるでしょ。うん、大丈夫それは。うん。あの男は本当クソ野郎だって。十二分です。改めて言うことでもないんじゃない？それは大丈夫。言うことでもないんじゃない？なんとかして聞くかもしれないね。バーヒデはね。そうだね。地方に行ってるから。だから、ほら、お互いの両親も聞けないってことだよ。ああ、そうでこんすね。うん。おそらく旅行とかに行ってるっていう。ラジコはどうなんか？ラジコは。ラジコさんもやってないわけでしょ？関東はね。じゃあ、両親聞いてないんだ、柏さんと。そうでこんすな。両親が聞いてないからこそ言える話はないの。別に隠し事的なものはないから、ないじゃないかな、パッとは。パッとは。うん。おたくさんはどうなの？うちも、ないな。両親に対しての悪口というかね、言えなかった、こんなことみたいなのはないじゃないからね。いやー、ないな。言ってるし、別にここ、その、通常放送。言えないことはないと。だから、特にはないかな。じゃあ、大丈夫ですけどね。まあ、それで、2時から。2時からは通常なので。なるへそ。へえ。ほうほうほう。あ、そうか。延長もあり得るから。今、0対0だから。なるへそ。これ、延長になった場合、最大で、その、何時まで行くの？なし。なし？丸々？まるまる。我々のこの放送が。で、幻の放送になるってことです。関東だと。でもさ、これさ、ええ、サッカー録画しながらこれ聞いてるっていう人がいたら注意してくださいね。ガンガン何点とか言いますからね。あ、そうね。それ先に言っとこう。うん、もう本当にさ、腹立つじゃないですか。楽しみに後から見ようと思ってね。うん、ポロってなんか生放送のなんかで言っちゃうとか。俺もこの間そうよ。ジェッツとスティーラーズ、うん、NFL、アメリカ。録画してさ、録画できる環境の人に録画してもらって楽しみでした。それ母親がね、ジェッツ応援してたけど残念だったねって来ちゃってね。はそういうことあるからね。思いがけないところから来るじゃない、ああいうのって。でもさ、この何、何スポーツの結果を先に知っちゃうっていうトーク、こすられすぎでしょ、これちょっと。まあ、確かにそうだな。今、あえて俺らが話す話じゃないじゃない。話じゃないな。お前も結構熱く、あれよみたいに言ったけど、その怒り方もなんか擦られちゃってんじゃないの。確かにそうだな。すっごいよく聞くよ。もうほんと、十何年前にさんまさんが言ってたの聞いたことある。そうな。楽しみにいろんな情報シャットアウトしてたら、たまたまね、電車の窓から見れた、街のその流れる電光掲示板に向けてちゃうとかね。そう。そういう類いの話でしょ。確かに。よくするよな。こうするだろ。こう、まあでも一応言っとかないと、それは。でも10年経ったら一周するんだよな。芸能ってそうだよな。ですよ。すごいな、こうやって喋ってる社長の言うことって、やっぱり、うん。やっぱり社長ですよ。めちゃくちゃ面白かったもんね、この間のお話なんかも。面白かったな。いろいろとね。お前、あんま参加しなくなかった？俺と湯沢さんと社長でずっと喋ってて。お前、発言してた。え？ボールキャリア率で言うと、うん、2% ぐらいだったと思う。いやいや、してた。え、お前喋ってたっけ？喋ったよ。何言ってたっけ？なんかうちのばあさんが騙されて布団買わされた話とかしたよ。うん、記憶ないよな。え、やっぱインパクトだよな。そうっすか。70点取っててもしょうがないんだよな。やっぱ100じゃない。100点取んないとダメなんだよな。そのみんなが面白いって話してるよな。
最後ちょっとよくわからなかった、ね、うどん屋はあのうどんだけだからうどん屋でいいんだよな、それがいいよな、それをやんなきゃダメだよな知ってる子だな、知ってる人、そっからそのカレーうどん屋の話に流れてくるでしょ、そうそう、カレーうどんだけしか置いてない店にならなきゃダメだ、はいはいはい、カレーも焼きそばもラーメンも、うん、何でもあるっていう店だと、うん、これ結構ね、結構目から鱗なんで、スペシャリストになれってことだよね、うん、そうそう、うん、さあそういうことでね、今週もね、ちょっと日本放送は抜けてますが、はい、ここはあれ変わるんじゃなくて大丈夫、はい、はい、わかりました。ジーニアス英和辞典プレゼンツオードリーのオールナイト日本、この番組は大衆館書店、明治製菓、愛の大学以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送をキーステーションに全国35局ネットでお送りします。オードリーのオールナイト日本、ジーニアス英和辞典プレゼンツオードリーのオールナイト日本。今日はちょっと私ね、うん、日本放送がないということで、うん、ちょっとトークなんですけど、なんていうんですかね、リサイクルっていうか、リサイクルの話、ちょっと配線処理をしたいなと思って。配線処理、はい、はあ、要するにその本放送、うん、まあ今も本放送なんですけど、そうね、関東圏以外はがっつり流れてますからね、もちろんそうですね、いろんなところで聞いていただいてる人のためにっていう気持ちで、うん、36局ネットだとできないオチのない話をしようかなと思ってるんですけど、なるほどああ、まあいいんじゃ、特別版みたいな感じで、要するになんていうんですかね、アウトレットというか、うん、はい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 、はい、なんか傷物ばっかり売ってるのって B 級品だと、うん、型落ちしてる型落ちトークをちょっといっぱいし在庫をちょっと整理しようという話ですわな、気をつけてくださいね、この型落ちひどいですから、ね、あ、そうなんですか、ええ、じゃあもう全然それは、まあ、聞いてみないとわからない、もしかしたらGパンの本当にもう、うん、右と左の太さが全然違うとかです、それは型落ちでも単純不良品だね、ええ、うん、あとダウンの綿がほぼ出てる、うん、でそれ不良品で売ってはいけないね、まずそれはもうなんかそのねえ、ダウンじゃなくなってますから、もう帽子のつばが真横についてるようなトークばっかりになりますからね、それをこうキュッとこう前に戻したら帽子としていけるんじゃないですか前のマークが、ね、あ、マークがあって横についてる、そうそう、不良品ですね、完全にね、そんなトークです。で俺は今までこのオールナイトやってきてこの話をしたいなと思ったけど、無理だろうなと思って、なるほど、捨ててきたものを今から三角コーナーから出しますから、なるほど、ドロドロだじゃんね、ドロドロ臭いよ、臭ってドロドロで、うん、あのね、昨日の話します、おお、昨日、うん、もう新品の傷物まあだからなんかこう作業してる途中に誰かがね、うん、傷つけちゃったんでしょうね。僕昔楽話行って、うん、楽話と言ってたかどうか忘れましたが、うん、あの佐藤光晴と偽名を使うと、ああ楽、うん、で佐藤光晴と行った時に、うん、佐藤光晴を佐藤光晴に使われちゃったから、うん、慌てて春日ですって言って、うん、えらい目にあったっていう話したじゃないですか、うん、はいはいはい、でそのトークをテレビでこすったのは2回ですね。ああ、まあまあまあ、まだいいとものいいともとダウンタウンデラックスだと思うんですよ、うん、ああ全然いいんじゃないですか。でそれがまああって、昨日楽屋に行ったんです、私、なるへそで受付でまたマッサージの予約をしたんです。じゃあお名前はって聞かれたんです、うん、じゃあうーんって僕が言ったんですよ、うん、そしたら受付の女の子が、うん、若林様でよろしい、おー、気づいていただいて、で俺なんか悔しくて、何が悔しいのよ、なんか悔しくて、いや何が悔しいのよ、だって俺若林ですって言ってないのに、うん、俺を見て若林でいいですかって、それだとありがたい、気づいていただいた、いや待て、うん、結構待ってます、いやって言ったんですよ、いや、うん、若い林様でよろしいですかって、うん、いやって言ったそれ。したらその子がプッて笑って、うん、じゃあ佐藤様にしますか。おお、存じてくれてたか、その話丸ごと。知ってるってことなんですよ、俺のその話を。多分喋ってたのだ、どなたかが見て言ってくれたのかもわからない。はい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 、はい。して俺いやいやって言ったんですよ。うん。で、じゃあもしかして
佐藤様でって言われて、うん、また悔しくなって、いやっつって、うん、じゃあ春日さん、まあ、お話の流れで言ったらね、はい、最終的には春日になってるわけだから、そこまで、いや違いますねっつって、おお、まだ行く、で、いや名前は、うん、若竹にしてくださいって終わり、これ終わり、終わった、若竹に、名前を若竹にした話ってことですよね。そう。肩落ちね。うん、若竹話だ。起承転で終わり。それはなんで竹は、林を竹、うん、若森とかじゃないんだね。竹ってちょっとなんかちょっとひねりがあるじゃないですか。うん、若木とか若森とかだまあわかるよ。うん、林からね、うん、なぜ竹にしたんですか。いやだから、うん、これで終わりの話だからそこ突っ込まれても、いや俺断ったでしょって話だから。ああそうですか、あんまり聞いちゃいけない、うん、そうそう、であと、うん、かなり昔の話なんですけど、へーへー、僕19歳で童貞を捨てたんですよね、うん、だから当然18歳の時は童貞なんですよ、うん、僕、うん、でも、うん、18歳の時に、うん、要するにおちんちんがね、うん、ちょっと痛くなったんですよ。ちょっと待って、チーム付き合う気はみんなサッカー見てんじゃないの、これ。おい、なんで斜め上見てんだよ。何やって、消せ消せ。おー、何やってんの。チャンスじゃないよ。見てんじゃないよ。今どういうチャンスなの。何、惜しかった。チャンスはいいとこだったんだ。いや、それ点入ったならわかるけど、惜しかったで見ちゃったら結構見てるぞ、それ。おい、なんだ、なんだ、おい。黒い幕、暗幕張って、ここ。ていうか、消しなさいよ。見たくない、見たくない。テレビを消しなさいよ。ねえ。いや、それで、俺18歳で、おちんちんが痛かったの。うん。ね、おしっこするたびに、尿道が痛かったの。ああ、そ、なんだ、その時、カスラに言ってくれれば。何よ。ああ、歩く。チャート式で、ホットドッグ取り出してきてさ、うん、ストックしてる。いや、でも、もしその話して、お前に触診されたら嫌だな、と思って。触診まではいかんよ。そこまではいかんよ。わしだって嫌だよ。ね、ボケとかの範疇超えてるな、と思って。なんか、舐められてる気がするから。いやいや、そこまではないけどね。で、泌尿器科に行ったの。うん、まあ、気になりますわな。そうで、尿道が痛くて痛くて、先生って言ったの。それは原因だ。これも、いや、これもアウトレット用の口調。なるほど。先生あ、いいですか、いいですか。普段やらないから、36曲で。B 級の感じがしますね。そしたら、先生が、うん、尿道炎ですと。の、no。で、若林さん、あなたね、うん、ちょっと言いにくいけども、こういうことは、高校3年生ですよね。うん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 、性交渉の際は、ちゃんとゴムつけてますか、うんうん、でも俺は童貞じゃん。まあそうだね。でもそこで、いや僕童貞なんですよ、とか言えないから、うん、ゴムつけてますかって聞かれた時に、うん、はい、大丈夫です。言った。強かったと。終わり。終わった幕は急に降りるね、幕が。さって降りるね。今のはね、うん、天まで行ってない、気象まで。まあそう、その後のやりとりも気になるもん。ちょっと見え張って。うん、言って。大丈夫っす。うん、じゃあいいけどね。うん、絶対ダメだよ、ゴムしないと。うん、いや、それは、ま、毎回つけてるんです、大丈夫です、つって。うん、で、後ろの看護婦をチラッと見た、俺。そしたら看護婦こっち出て見てなかった。うん、終わり。終わった。うん。ショーのままでしたね。ちょっと延長戦まで行ったり。で、次の話が中学2年の時の話で、はい、僕、中学生活で一番引いたっていう話したいなと思うんですよ。ああ、ちょっと興味深いじゃないですか、それは。B 級じゃない匂いがしますよ。自分磨きをみんなどうやってるっていう話になって、まあ中学生だったら興味ありますわな、うん、他の人ので俺こうだよ俺こうだよ、うん、お前スタンダードだなって俺言われて、うん、で小池がね、うん、祈祷をねこう、うん、なんかペットボトルの蓋開けるみたいに、なるほど、ぐるぐる回す、うん、可愛がり方があるんだな、そういうな、へえー、なんて話して、うん、おいでまあ旦那がね、うん、ベッドに腰を押し付けて腰を動かすなんて言って、ああうつ伏せになってってこと、そうそうそう、はいはいはい、でベッドと枕の間に挟んで腰を動かしてみたこともあるっつって旦那が言ってて、ベッドと枕の間にちょっと難しいねそれね、棒を挟んでってやっと思うんです、うん、
そしたらで伊藤がね、あのメガネのフレームの耳にかけるところをケツの穴に入れてやってるって。それは中学人の話？そう、結構先進的な中学生の割にはね、メガネのフレームのこの耳にかけるところをケツの穴に入れてる。それは結構いろんなことを試してもスタンダードでは満足できないぐらいの人がやるレベルなんじゃない？中学生なのに。そう、早いね。で俺それ超引いて、おお、まあまあまあ引くわな、その当時は。で、テストの時間があった、国語のテスト、で伊藤が座ってて、右側のフレームすごい見ちゃったんだよ。まあそのあとあれが、夜になったらね、夜になってケツに入れてたものの眼鏡をかけて、テスト受けてんだと思って , 笑いが止まらなくなっちゃったんだよ。いや、終わり。終わりかい。ああ、なるほどね。確かにアウトレット品でしたね。だろ。座り出した看板に。オードリーのオールナイトニッポンでは皆様からのメールハガキを募集中でございます。メールは kw@allnightnippon.com kw@allnightnippon.com です。ハガキの方は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポンまで、皆様からの温かいメールをハガキお待ちしております。ナイチェよ、振り絞れ。日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。でちょっとアウトレットトーク後半戦いこうと思います。まだ在庫は残ってましたか？まだまだあるんです。でも大放出しちゃいます。なるほど、まあまあありがたいですよね。もうボタンの穴が5個ついてるボタンが2個みたいな話ばっかりしよう。ああ、なるほど。まあてめえであと3つつければいいからね。普通に2つとして成り立つから。そうなんですけど、全然いいですよ。中学受験したんですよ私。存じております。はい、で小学校の時に、全然勉強しないもんだから俺が、すげえ小6の時厳しい塾に通ってて、緑の看板のとこで、当時スパルタで有名で、鍵の絵とかで殴られてたんですよ俺。鍵の硬いとこでガンガン、はあ、勉強しないし、でビンタとかよくされてて、で勉強しなくて受からないかもしれないってやつらだけ集められた夏の炎の合宿があって、4泊5日なんですよ。で小学校6年ですよ。へいへいへい。朝の6時から夜中の2時まで勉強するんですよ、ずーっと。流しだね。はあ。で俺それ嫌になっちゃって、2日目に、ゲロ吐こうと思って、ゲロ吐いたら医務室運ばれると思ったから、ずーっと下向いてるふりして、指に口の中に指突っ込んで、喉の奥をしてゲロずっと吐こうとして、で何回も試してたんですよ、唾吐きながら。で結構1時間ぐらいかかって、超ゲロ吐いたんですよ。うわーっつって、シャーと思った。で医務室行けるぞ。そしたら、おい、つけよお前って言われて、でもまあまあこれ拭いたら医務室行けるんだろうなと思って、で拭き終わったんですよ。でそれもしんどいふりして拭いてたんですよ。まあ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 ね。400人ぐらいね。はあ。そう、ダメなやつら。で拭き終わったら、授業に戻れ、席に戻れって言われて、医務室連れててくれ。厳しいね。ダメだって、ゲロ吐いてもダメかと思って、もう嫌になっちゃって、寝ようと思って、寝てたら、6個ぐらいバインダー重ねたやつで、頭バーンと叩かれて寝てる。前来いって言われて、400人いる、いろんなとこから来てる。ちょっとハズだね、それは。ハズでやっしょ。ゲロ吐いてくるからね、その前に俺。ゲロ吐いたやつが次バインダーで殴られて。殴られて前来いって言われて。前来いって言われて。で、俺その時点でもう号泣してんだけど。小6で号泣してるんだけど。それはもう恥ずかしさと、なんか悔しさ、今いろんな感情なんでしょうな。で、兵庫
があるの、合宿の 100% の力をつく、はいはいはい、そうすれば本気になる、うん、本気になれば力はつく、うん、力がつけば合格するっていう標語を、うんうん、お前読め、うん、400人の前で泣きながら、うん、100% の力を尽くせ、どうすれば本気になる、きついなこれ、小さい、うん、もう一回泣くなよお前、うん、合格できねえぞ、うん、で10回ぐらい読まされて、うん、で俺すっごい悔しくて、うん、5日間1回もパン使えなかった、ああ臭くなっちゃって、うん、それ5日間はなかなか、私もあんま5日間はないぜ使えないのは、うん、そんなこんなで受かったのが、うん、日大日中、うん、終わり、終わったまあ全然ね、在校の一層のやつですから、うん、パンツ臭い、もう金玉かゆいだけ、うん、全然反抗になってない。誰もね、それはだって、匂い発してね、周り迷惑かけてるとかあったらまたね、あれだけど。これをね、今週遠くないぞっていう時にね、3回ぐらい出してみようと思ったけど、やっぱ勇気が出なかった。なんとなくね、なるほどね、つまんねえだろうな、この話。うんうんうん、でね、一番仕事なかった時期よ、27、8ぐらいなのかな、親父が中国から帰ってきて。へいへい、で実家にいて、うん、犬がいたんですよ、犬が、うん、うちの犬がね、うん、犬いて、うん、犬が寝てんすよ、うん、で寝てる犬でリビングに俺と親父と犬しかいなくて会話ゼロ、もう親父はもう就職しろ、いや終わらないからやめろと思ってるし、うん、いい年こいて何やってんだってもう最大限に思ってるから親父が、うん、お前もう30だろうと、うん、もうすぐ、うん、それで俺はそんな親父の気持ちも知らず犬にね、うんうん、話しかけな、お前いいな、仕事もしないで自分の好きなことばっかりやってんな、うん、っつったら親父がその瞬間に、うん、てめえもそうだろうがよ終わり早いああ早いね、もうちょっとあるかと思ったけど、うん、その後の、うん、その部屋の感じとか聞きたいんですけどよろしいですか、うん、無音で、あなたのリアクションはバーって言われて、うん、ビクッとなるわけじゃん。ビクッとなった。んで、うるせえみたいなことを言うとか。いや、言えない言えない。もう28で、さすがに、俺もそうだなと思った。うん。で、だから、2分ぐらいの無言の後、リビング出てったよね。静かに。うん。うん、それだけの話です。あー、なるへそ。で、うん、僕、初体験がカーセックスなんですけどね。急だね。いきなりクライマックスだな、それ。ヤンキーなの、付き合ってた方は。あ、そうでゴンしたか。すっげえヤンキーで。うん、カーセックスしてて、うん、行ったのね、僕は。うん。まあ、無事。そう。うん。来たら、うん、済んだと。僕のその、要するに、DNA インゼリーが、うん、あの、相手の子の、うん、頭の上まで飛んでたんですよ。元気ですね元気出すねー元気出すね、所さんだったら言うと思うんだけど。お元気出すねー本当に。頭の上まで飛んだんですよ。おうおうおう、髪の毛の上に。あ、髪の毛に飛び越すんじゃなくて、髪の毛の上にホールインワンしたんですよ。なるへそ。ホールインワンじゃねえや。うん。グリーンオンしたんですよ。うん、で、これアウトレットだからね、ここも。そうね。もともとこういう話だから。ワン、ワン。ホールインワンと、オンを、グリーンオンを。ワンオンしたってことでしょ？ワンオンを間違えるっていう。だからアウトレット出るから。いやいや、困りますね、そんな。間違えたでしょみたいなリアクションされたら、チーム付き合い。まあそうだね。いいんです。それも含めての。俺の DNA インゼリーが、うん、オンしたんですよ。ワンオンして。ワンオンした。まああとはパターで入れるだけですわ。そうね。したで、ワンオンしたら、うん、そのヤンキーの、当時の彼女が、うん、ティッシュを、箱ティッシュから出しながら、いっちょ前に頭まで飛ばしやがってよ、つって。それは何、その、どういう、怒ってるわけじゃないですよ、本気で。本気で怒ってる感じなの？なんか、吹くのがめんどくせえなぁ、みたいなとんね。いっちょ前に頭まで飛ばしやがってよ。で、ごめん、つって俺で。まあ、そうだよね。で、その子さ、変な子で成人してたんだけどさ、小金井公園で散歩して昼寝するっていうのが毎度の
デートだったの、俺たちの。なるへそ。毎回 500ml のビールの缶、真っ昼間に持ってきて、うん、それ一本だけ手に右手に持って、うん、あの団地から出て、迎えに行くと。それ何をやってたのなの、それは。え、学生さん、あのね、高島屋の1階の化粧品店で働いてた。おー、ちゃんと出頭した人じゃないの、そしたらね。いやいや、ヤンキー、ヤンキー。笑い。ヤンキーっていうか、ギャルみたいな。昔ヤンキーみたいな。ああ、なるへそ。でさ、夏のある日ね、また小金井公園に散歩行こうと思って、うん、ビールの缶を右手にしっかり持って、うん、出てきたんですよ。うん、そしたら白い T シャツに、紺のブラが透けてるんですよ。うん、それブラじゃ透けすぎでしょ、つって。うん、変えてきてよ、つって。うん、行ったら、うん、顔近づけられて、うん、はぁって言われて。結構怪我早いね。うん。ほう。待ってろ、じゃあ、って言われて。ほう、めんどくせえな。俺は待ってたの。ほう。そしたら、帰ってきたら、茶色のブラで、うん、紺より透けてたんですよ。ほう。ほいで。ほいでも、そうあるか、お前は。あ、ないんすか。で、その子が、うん、それは何、その反抗なのかね。普通、だってその、普通は上を変えるわけ、T シャツを変えるわけじゃないですか。うん、それこそね、色の濃い T シャツに変えるとか、うん、それを T シャツを変えずに、うん、そのね、うん、茶色にする、紺から茶色にすると、うん、裏のジャーを。そうなんです。でも透けてて、うん、で、いやいやいやって言ったでしょ、若林さんも。言った言った。いやいやいや、そっちじゃないでしょ。そしたら紺の T シャツに着替えてきましたよ。また待ってろよ、じゃあ、つって。ほう、なんかそれ見て割れちゃった、俺こんな T シャツに買って遠くから出てきたのに。あ、そっちねと思って。おう、ほいで。ほいでも人もあるかやだから。今日は放出するって言ってるだろうが。お前それアウトレットだっつって買って、うん、あれボタンが取れてますよって言ってるようなもんだよ、それ。なるほど、両方。俺はアウトレットショップしに来たんだろうが、お前。これは知って、何言ってんだ、お前。そのさ、そのお前聞くなよ、お前。いや、その、うん、彼女、うん、そのまあ、あの謎の赤羽に謎のマンションの一室がある子ね。いや、それ知らないんだ。何それ。なんかいとこのお姉さんは夜スナックかなんかで働いてるから、うん、夜は使っていい部屋があるっつって、赤羽かなんかに、うん、なんか謎の部屋がある。いや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 、え？それなんかその、パトロン的な人がいるとかなんじゃない？いやいやいや、物は全部女の人だからよくわかんない。もうよくわかんねえんだよ、だから。アウトレットの話だから。それはその、お別れはどうやって訪れたんですか？な、大田さんから言ったんですか、向こうさんから。2ぐらいまでね、付き合っててね、うん、ちょっとその辺の三段がちょっと忘れちゃったけど、うん、お笑い芸人にもなって、うん、ネタかなんかのビデオを見したの、うん、そしたらお笑いお前やめろって言われて。なぜに、うん、つまんねえって言われて、うん、ごめんっつって。うん、で俺の大学、あ、すごい楽しい思い出があるね。俺の大学かなんかで、うん、その子はなんか化粧品かなんかの勉強をして、うん、俺は学校の大学の勉強を、うん、日曜日の昼間の大学に2人で住み込んでしてたのよ。ああ、誰もいない状況で。教室に2人っきりで。へーへー、あ、いい思い出だね、あれは。で、俺が日曜日で先生、はい、で、で、お笑いやめろって言われた瞬間の話ね、これ。で、二人だけきりで勉強してたの。はいはい。して、俺が時計がこうやってバッて見て、あれ、うん、あれっつって、うん、先生遅くないっつって言ったの、俺が。なるほどね。うん。うん、まあまあ。日曜で。やってないのに、授業なんかも。先生なんか来るわけないのに、はい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 、先生遅くないって言ったら、うん、お前お笑いやめろって言われた。つまんねえ、お前。厳しいね。厳しい子だよ。だって出会ったのがなんか、うん、あのファミレスかなんかよく忘れたけど、うん、なんかコースターがあって、ほう、片足上げてたんです、その子はね。片足、椅子に。ああ、ファミレスに。うん、いろんな番号の交換の仕方あんじゃん、アドレスとか。まあ、まあ、そんなアドレスの交換の仕方初めてですけど、うん、初対面の日に、うん、
あのコースターの裏にその子が電話番号とアドレス書いて、うん、それを人差し指と中指の間にこう挟んだ、うん、スッ、うん、で手裏剣を投げるように俺ね、うんうん、おいっつってピュッて飛んでピュッてシャッとそう見たらアドレスと電話番号書いてある、うん、電話してって言われて、うん、はいっつって誰の紹介だろう保つああ保つね、うん、あ今何にされてんのかねその今の相続はいやもう知らないよそんな突っ込まれてもいやそこまでのことでもないけど でも春日さんは毎週アウトレットなんでね、うん、大丈夫だと思いますどうぞ話し始めてください何を声をでかく言ってるんだ君はえ私はもう正規品をきっちりとね毎週送り出してます今週もそうでございますよ抜かりないですね、ちゃんとした製品をねいろんな検閲を通った、はい、ちゃんとしたの B 級じゃない大丈夫ですか品物をお送りいたしますよお行きなさいシャクシャクシャク行きましょうか。ですね、うん、私、この間ね、ご実家帰った時に、うんうん、猫がね、うん、ヤンコロモチが、うんまあ、いるんですけど、うんうん、猫って言ったじゃないの。あんた猫って言ってるないか。まあそこはね、うん、そのお餅がね、その2匹いるんですけど猫のことねうん1匹のその餅の方が、うん、もうすごい弱ってて今まではもう本当に家の中あなた来たことあるか分かると思うけど、うん、家の中をその自由に動き回って、ね、すごい飛び回ってたよねで夜になったりすると結構活発に動くまあお餅だったんですけどもう完全にそのケージに入ってねうん、うん、もうそっから出れない感じそのあんまり家部屋の中うろうろしちゃうと、うん、どこで何があるかわかんないから怖いらしくへえうんもうそれが弱ってんのよでどうしたんだって言ったら、うん、なんか糖尿病らしくうんだから猫にもあるんだもうだいぶ年、ね、だいぶ星もう背骨なんかも浮いちゃってあれあのさ俺が高校生の時にいた猫そうそうあの白と黒のやつがいた あっちで、ね、じゃあ14年ぐらい生きてるそうで高1ぐらいにもらってきたから17年ぐらいかそうだね30人ですからうんまあ随分なりますよ、うんうんうん、でも糖尿病だっつって、うんうん、で1日1本あの注射打ってるらしいんですへえだから人間と同じなんでしょうね猫の糖尿病あってっつって言って、うん、で歯なんかも、うん、今2本しかないっつってええー歯が2本しかないから餌もなるの、うん、なんかちょっと柔らかいもしか食えないみたいな感じで、でもまあ結構人が近づくと、うん、こう結構よく甘えていくんで、うんうん、ねケージをこう登るみたいな、へまあしてまあまあまあ元気まあ元気っちゃ元気なんですよ、うんうん、すぐいますよね、まだまあ大丈夫と、ご逝去なさるとかじゃないんですけど、うん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 、まあまあいてでいろいろ思い出しましてね、うん、いろんなことがあったなと、うんうん、このお餅とと、うんうん、まずそのよくなんていうんですかね寝るのがね、うん、好きで、うん、アスファルトが好きだったんですよ、うんうん、だからそのよく外とかに出て、うん、まあアスファルトの上にね、うんまあ、寝たりとかするんですけど、うんうんうん、結構まあ全力で寝るんですよ、はいはいもうなんつうの横になる感じ、ええ、で寝たりするから、ええ、しょっちゅうその近所の人から、はい、春日さんっつって、うん、春日さんの猫は死んでるよっつって、うん、その春日の猫死んでる情報が、うん、まあ何回も舞い込んできたりとかなもう、うん、そんぐらい寝てるボレッと寝てるから、うん、そうあったなとか、うんうん、まああとなんだ君アウトレットじゃないアウトレットじゃないよ平均だよ君これ俺が話してた話はどれよりもアウトレットじゃない君これだよいやこれはいやこれね、うん、キムスケアキバさんの皆さんね、うん、俺が話した6個ぐらいの話でどれよりも下回ってるでしょそんなことはないでしょだっていやこれアスファルトで猫が寝てる話うん
これ伊藤のメガネがフレームよりひどいでしょ、この話。そんなことはないよ。こうやって言わずこれもう数が印で出してますから。まだ機長のショーぐらいで、じゃあこれから行くのね。そうよ、あったお行きなさい。しました、スカイハイ言いましょうか。あのね、その猫なんですけどね、まあいたずら好きと言いますか、なんというか、知らねえよ。なんかそのまあ元気な頃、なんと猫だから結構いろいろその高いところに登ったりとかさ、うん、ポンポンポンジャンプしたりとか、まあ、するんですよ、うん、でそのお持ちもね結構高いところが好きだったりとかして、うん、猫ね、うん、あの私がまああれ高校ぐらいの自分かな、うん、こう部屋のこの片付けをしたの、うん、ね、なんか雑誌の整理したりとかしてたんですよ、うん、したらいつの間にかその部屋にね、うん、春日の部屋にそのお餅が入ってきてて、うん、来てたらしくて、こうやって私がこう整理してる、まあこの背中だよね、うん、背中にドーンって飛び乗ってきたわけですよ、うん、で背中に乗ってるからなんつうのかな、こうお餅の方も、うん、ね、とっさにね、うん、まあ落ちないように、滑り落ちないように、うん、こうなんつうの、こうあのこうよ、わかりました、こう、うん、こう立って組み立てよ、はい、何ですか、だから滑り落ちないようにトンってまず飛び乗ってずるっと滑ったんだろうね、うん、下まで落ちないようにそのお餅がその、うん、こうしたわけ、うん、こうしたじゃん、ちょっとラジオで。何やってんだお前、これ何つうんだろうな、こうだから、どういうこと、あれ見たおたくさんがさ、うん、筋肉番付の時にさ、うん、しがみついたやつあるじゃん、木のなんか棒みたいな、うん、誰も見てないあんなの、わかんない。いや見てるだろ、こう一人で番組だぞ、だから誰も見てない、なんだろうな、木の幹に抱きつくみたいな状況あるじゃないですか、はいはい、ね、こう手を回して、はい、抱きつく、はい、ね、木の幹に、あのグルさん、うん、抱きつくでよかったよ。ゴンスなぁ。ゴンスなってなんだよ。待って、抱きつくみたいな感じで、かすかなその脇腹のところに、ガッとこう、爪を立てたわけですよ。ね、んで、私、そら、お餅が入ってきてるのも気づかないから、いきなり、ね、ね、その、脇腹に痛みが走って、で、その瞬間にお餅だって分かって、ね、ガッて痛みが走った瞬間にそのお餅を引っ張り出して、ね、あのね、思いっきり、うん、思いっきりその、布団の上に叩きつけたんですよ。うん。もうとっさのことだったから。うん。ドーン、痛すぎて、ね。痛すぎて、うん。でもちゃんとその布団の上、ふわっふわの布団の上よ。分かって、フローリングって。分かって、そう、フローリングってのはもうとんでもなくなっちゃう。うん。ね、そんなことできないよ、お餅に。ちょっと叱る意味でもね。そうそうそう。うん、痛っつって、バッてやったのよ。うん。したらお餅がさっと逃げてったわけ。うん、うん。ね、どこぞに。猫ね。んで、バカ野郎が、なんつってブツブツ言いながら、うん、また私がこう、フルダッシュをこう、出る。お前が高校生の時にフル雑誌を整理してんの面白いな。黙々とフル雑誌をこうね、バッキッケのバカ野郎とか言いながらこう、後の春日が、後の春日がね、大した話じゃねえよ。ピンクのベストを着ることになる男が、うん、大した話じゃねえよ。そんぐらいのことやってんだろお前、フル雑誌を整理してもったいねえぐらいで。それで、うん、でまあ終わって、うん、でその今にね、うん、私は戻ってきたわけです。うん、でテレビジョンかなんかのこうね、バーっとこう見てて、うん、1時間2時間ぐらい経ったかしらね。うん、で部屋に戻ろうと、うん、てめえの部屋に、うん、で戻ろうと思ったら、うん、まあ思って戻ったら、うん、ガラガッと開けましたらね、うん、そのカーペット、うん、その春日の部屋の、うん、カーペットの上に、うん、思いっきりもう太陽かっていうぐらいね、うん、思いっきりそのお焼水がしたったんですね、うん、お餅の猫ね、うん、うん、仕返しされたんですよ、叩きつけた。叩きつけたっていうね。うんうんうん、私がいない間に、うん。そういったですね、まあ、いたずら好きの部分があったりだとかね。うんうん、まあ、思い出2ですよ。うんうんうん、あとね、結構ね、人が、家族がその風呂に入ってると、うん、スッと入ってくるお餅だったんですよ。風呂に入ってると。風呂に。おこう猫ね、あのね、ドアががっつり閉まんなかった、その当時ね。うん、ガチャリと。ちょっと厳しかったからな、うん、お前いつも。いや厳しかった時ないんだけども、うん、まあそこは別にいいだろうっつって、直さなくても、うん、緩い時があって、うん、それをこうキーってこう足で前足で押して入ってきて、かわいい、風呂のさ、浴槽のなんかさ、お湯のところに、なんつうの、カバーみたいなじゃん、蓋みたいな、あれの上に乗るっていう、かわいいところがあってさ、一番かわいい、で今まで聞いた話の中で一番かわいい、ありがとうございます。
で、まあ、風呂入った時はいいんですけど、うん、人が風呂場にいるとすぐ入ってくるのよ。なるほど。で、当時ね、高校ぐらいの自分、うん、週に1回、うん、自分へのご褒美で、うん、風呂場で自分磨きっていう、うん、のがあったんです。ねえ、ご自由にどうぞ。スケベボンを持ち込んでね、もう夜中よ、2時3時、スケベボンを持ち込んで、うん、上は脱がずに、下半身だけを脱いで、うん、髪がね、全部裸になると。下半身だけを脱いで、ボディーソープを、スコスコスコってやって、お湯ね、洗面器に溜めてたやつで、シュッシュッってこう泡にして、で、息子さんにこう、あれしてね、撫でつけて、そしたらもう滑りが良くなるから。それ洗ってるの？自分で。同時だよね。洗っても、洗ってもいるし、磨いてもいるしっていうね。だから一石二鳥。掃除する必要がないから、ことの後に。で、シャシャシャって、いや、もうそれだけは楽しみだった。これでもね、10分以上続けるともうヒリヒリしたんだよね。知らねえよ。ボディソープが。で、こう、週に一度のお風呂場での準備が楽しむ時にも、そのニャンコの餅はさ、キーン入ってて、トンって乗るんですよ。で、ずっと見られながら磨いてるっていうね、状況。完成品じゃないかよ、だから。言ったよ、だから。ステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン聞こうぜ。ちょっと日本放送の方がですね、サッカーが延長に入ってるんで0対0なので、いい試合だこれ。26時半ぐらいからみたいです。ああ、もうそれは決定事項。はい、 PK になったら分かります。あれ、延長っていうのはそのゴールデンゴール方式とかじゃないんだね。もう今ない前半後半ある、ね、点入った時点で終わりとかじゃなくて、はいはい、ああ、じゃあもう半までは26時半までやることは決定だ、はい、そうですそうです。なるへそ、PK 次第ではもうちょっと延長すると、はい、なんでもうちょっと、はい、日本放送はないんで大丈夫ですか、笹、うん、さん。なるへそ。メールが来てますよ。県名60代のリスナーです。あら、嬉しいじゃない。狙ってかなきゃいけない。そうよ。先週はメール読んでいただきありがとうございました。ほう。メール読まれた時は嬉しくてラジオの前で飛び跳ねてしまいました、うん、あらららら、大丈夫ですか。こちらは北海道なので、うん、今週も1時から聞けています。なるへそ男、今週も面白いトークを楽しみに待っています。うん、北海道ラジオネーム、うん、ラベンダーさん。おそらくフラノに住んでる方ですよね。フラノなんですかね。それもラベンダーさんに聞いてみるのか分かんないですけど。私はもうフラノ住んでるの決めつけてますけど。ああ、今週も聞いてくださってる。ありがたいね。で、今も飛び跳ねてるんでしょうね。もう恐ろしくジャンプ力は低いでしょうけどね。60代の方なんで。無理 されないでほしいよ。それで怪我とかされちゃったらね。もうほんと、ジョアぐらいしか飛んでないと思いますよ、タカさんにしたらね。いや、だいぶな。全然飛べてないと思いますよ。はい。さあ、そういうことでね、ちょっとね、電話をしようと。ほう。こちらのコーナーでございます。うん、ほう。頑張れ、受験生。オードリーは毎年この時期、受験生応援キャンペーンを繰り広げています。うん。今年も受験生のお兄さん若林があなたの心の悩みにお答えします。うん。では早速、今日の悩める受験生に、女子の春日が。女子なんですね、私は。先週みたいにミスがないようにお願いします。うん、こちら電話番号 は、あれは、電話番号のご案内をいたします。電話番号。はい、笠さんどうぞ。はい、じゃあ行きましょうか。女子の春日がね。はい、そうね、もうこれ普通にかけたらいいよね、はい、この番号をね。これなんでかからんかったのかな。さあ。うん。さあさあさあ、うん、参りますよ。さあ、かかれ、ちゃんとかかれ。どうだ今ね、サッカーやってるから。うん、サッカー見てる。もしもし。あー、もしもし。あ、こんばんは。早いなぁ、出るのが。はい、待ってた。はい、かかってくるかもしれんと。そうです。かわいいとこあんじゃないかよ。あ、ありがとうございます。お名前は。あ、さきです。さきくんね。さきちゃんね。おー、どこぞに住んでるのかね、これ。
札幌です。おお、札幌、あ寒いなじゃあ。ラベンダーさんとね同じ北海道、うん、親近感覚えるんじゃないですかラベンダーさんに。そうですね、なんか嬉しいですね、うん、ねえ60代の方も聞いてくれてるんですね。誰に似てんだよ。あ、加藤ローサさん。加藤ローサさん、じゃあ美人じゃん。あ、全然。いや、美人だよ。そうよ。結構歯に気抜きせぬ発言とかしたりするの？するかもですね。ああ、それも似てるね、じゃあ。今、サッカー見てなかったの？あ、見たいんですけど見てないです。あ、なるほど。オードリーのラジオがあるから。そうですね。なるほど。何しながら、勉強とかしながら聞いてくれてたの？あ、もうラジオ一筋で聞いてます。ああ、ありがとうございます。どんな格好で聞いてんだよ、じゃあ。え、ちょっとジャージっぽい感じで。あ、ジャージ。それはいつも部屋で着てる、はい、家で着てる。そうですね、部屋着て、はい、なるへそ。あ、時においくつかね。あ、18歳です。10の8。受験生。ということは、そうです。3年生。ああ。そんなに面白いとこだったかな、今のは。いや、だから受験生だからね、まあ高校3年生か中学生。聞かれても。聞かれてもね、大体わかるだろうっていう。いや、だってそれは。けれども。お、出た、けれどもツッコミ。ありがとうございます。第一2社。うん、潮目のようになってるからね、けれどもツッコミからね、けれども以前以後はね。あー、それは確かに印象深い。ごめんね、さきちゃんね、置いてけぼり。うん、業界用語で、ね、置いてけぼりね。うん。業界用語ではない。センターは受けたの？はい、受けました。どうだった？いかがかね。ちょっと失敗してしまって。あば。うん。そうなんですよ。どういう失敗？なんか、できるはずのものが、うまく実力を発揮できなかった。そうですね。うん。うん、それは、その行きたいところに、ちょっと足りなかったみたいなことってことですか？はい、そうですね、行きたいところに。うん。おお、その場合はどうなるの？それは、また別のもう一個チャンスがあるんですか？あ、行きたいところ、行きたいところには入れるものまだ。ちょっと厳しくて、うん、実はちょっと浪人考えてるんですけど、うん、でも全力は出し切りたいなぁと。なるほど、最後の最後まで。偉、うん、いね、はい、で、いつも前向きだよね、さきちゃんはね。あ、じゃあ後ろ向きな時もあります。知っての知ってるじゃないよ、本当に。間違えちゃった、普通に。ねえ。うん、それ何学部を狙っているのかね、君は。外国語学部です。うん、おー、というと、その、アメリカってことですか？そうですね、英語とか、何語でもいいんですけど。海外に行くような仕事がしたいと。そうですね。はい、なるへそ。じゃ、相談事は何ですか、オードリー。あ、あの、なんか、やっぱり試験前で、ちょっとプレッシャーを感じてしまうんですけど。そうだろうよ。こう、お仕事でプレッシャーを感じるような時って、直前にどうやって覚悟を決めてますか？僕はね、はい、玉袋を思いっきり詰めるっていう方法ですね。人間は痛さを2つ2点感じられないっていうことです。それは私先週しましたわ。金玉袋。先週しました。ギョーッ！ズーッ！それは私が管抜いた時の話です。うん、ええー。あの、そうですね。プレッシャーをまあ感じることがまずないからね、カスミ。強がるんじゃないよ。それは先週やりましたね。いや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 。だからあんまり覚悟を決めるってもよく寝ることぐらいしかないんじゃないですか？だってもうね、際の際でもうやることもないでしょうよ。だって試験前にさ、直前にさ、はい、教科書とか見てさ、その問題が試験に出たことなんか一回もなくないかい？あ、ないですね。本当に。だからもう、よく寝るぐらいなんじゃないですか？これ試験っていうのは、何時試験まであるんですか？あ、2時ですね。あ、2時試験か。そうですね。ね、一番重要なのは2時試験。そうですね。で、受かるかどうか。はい。それはいつなのよ。あ、2月の終わりです。ああ、まだじゃあ1ヶ月ぐらいあるってこと？そうですね。全然まだまだ。じゃあこっから結構毎日勉強頑張ってっていう感じだ。そうですね。頑張ります。頑張ろうな。はい。それいい人はいるのかね、時に。あ、好きな人はいます。ほんと？え？ど、なん、どういう人？どこぞのやつだよ、それは。いや、あの、小学校、中学校と同じ学校だった人です。幼馴染だ。はい。どう？違うんですか？はい。その人はさ、はい、どういう関係
なの。ああ、あの一度告白されて、うん、振ってしまったんですけど。なんで振っちゃうんだよ。なんでその時振っちゃったの。いや、なんか、うん、あの勉強しないとなとすごい思ってた時期で、うん、なんか部活のこととかいろいろこう余裕がなくて、うんうん、好きだったんですけど、うん、振っちゃいました。好きなのに。そうですね、付き合ったらそのさきちゃんの性格上、はい、その彼氏にべったりになっちゃって、はい、もう彼氏になっちゃって勉強もしなくなっちゃうしっていう感じが見えたから。それは、はい、あ、ちょっと確かに、うん、勉強さきちゃんって彼氏一筋になっちゃうもんね。こうなっちゃうもんね、彼氏がね。そうですね。お、当たった。そうかもしれない。当たったじゃないですか、若林さん。ずーっと手つないで座ってるだけみたいになっちゃうからね。そうなの。うん。そうですね。うわ、すごい。腕にしがみついて、ずーっと。腕にしがみついたりする。腕にこうしがみついて、ソファーで。もうそれでもう4時間とか動かないからね。あー、そうなの？それは。そこまではしない。うん、違うじゃないですか、若林さん。調子乗ったな、ちょっとな。さきちゃん、ちょっと古い言葉けど、空気読んでよ、ちょっと。空気とかないんだ。空気とか、ただあなたが調子こきとか言えるんですよ。調子こき？うん、調子こき。うん。あ、そう。じゃどうすんのよ、それ。今ちょっと気になっちゃってるってことはさ。うん。てめえちゃんから向こうに言うのも、なんでしょ？そうなんですよ。でも、もう一回言えばいいじゃん。付き合ってほしい。ああ、ええー。だって、その後相談とか愚痴を聞いてくれたりしてるんでしょ？そうですね。仲良くしてもらってます。うん。じゃあ、うん、大丈夫だよ。付き合えるよ。あ、そうですか。だからあれだな、その受験とか全部終わってからですな。はい。その一辺倒になっちゃうってことかな。はい。うん。なるへそ。そっか。うん。どんなパン炊いてんだよ、おい。お前さ、ちょっと、なんかちょっと気持ちだけが。それお前、俺が、着替えてる時に、変なパンツ履いてた時の言い方だよ。もう一回言ってみ？その言い方だ。おい、どんなパンツ履いてんだよ。おい。水色だよ。ああ、なるほど、ね。いろいろごっちゃごちゃしてる。三車線がぐちゃぐちゃになってるね。全部の車が衝突してるけど。水色だよ。はい、水色。水色一色？その模様がついてると。白とか、紺で字が書いてあります。はあ、なるへそ。なんで、どういう字が書いてあるの？白とか紺で。英語？今見てる？じゃ今読んでみて、ちょっと。ジャージ、下下ろして。英語の勉強も必要だから。膝まで、ジャージを膝まで下ろしなさい。変に出るかもしれない。うん、ジャージを膝まで下ろしなさい。ハニースパイス？ハニースパイス。はい。甘くてちょっとピリッとするみたいな。ああ、そうですね。さきちゃん、今ね、ほんと俺言いたいんだけど、はい、サッカーの画面をね、はい、あのチームつけ焼き場が食い入るように見てたの全員。こっち、はい、こっち誰も見てなかった、うん、オープニングからずっとよ、はい、うん、したらね、ハニースパイスなどみんな一斉にこっち向いた。ありがたいよね。1時間10分過ぎてやっとこっち向いてくれた。だからそのアジアカップの決勝の試合よりハニースパイスの方がゴールだよね。もうだから数字持ってるよ。数字持ってるよ、うん、ハニースパイス数字持ってるよ。ハニースパイスって何だろうね。さきちゃん何だと思う？え？ハニースパイスって。何ですかね。うん。何だろうね。甘くてピリッとする。でもそういう甘くてピリッとするもんな、確かに。ハニースパイスだわな。ああ、まあそうだな。そういう人もいるだろうな。うん、体質的にな。うん。あ、そう。はい。体質的にって君、これ。どんなパンツ履いてんだ、おい。水色だよ。水色だよ。うん、さきくんは体質的にハニースパイスなの？お前何聞いてんだ、おい。さきちゃんはさ、セクシー？え？ごめんね、なんか質問がよく意味わかんないよね。さきちゃんはセクシー？そうだね、そのサイズは、そのボディのサイズは結構。胸がないです。嘘だ。あ、そう。ないです。ご謙遜でしょ、でもそれは。でもさきちゃんは26とか7になってさ、うん、いろんな経験積んだらさ、はい、妙に色っぽくなりそうだね。そうですか？そうです。ありがとうございます。こちらこそ。ごめんなさい。では。ではじゃないんだ。では、ごめんね、さきくん。
その若林さん、受験生のお兄さんである若林さんから、はいはい、まあ、励ましの言葉なんかを、うんうん、まあまあまあ、その短くてもいいんでね、うん、そのグッとくるさ、はい、メッセージを。さきちゃん、はい、二次試験で本番が近づくにつれね、逃げたい気持ちがあるってさっき言ってたけども、はい、その合格不合格っていうこの2つの結果に執着してしまうとどうしても逃げたい気持ち出ると思うけど、俺はね、やっぱ自己ベストでいいと思うんだよね、はい、自分の実力が一番出せる、それでその副産物で合格がついてくると思うんだよね、うん、だから合格とか不合格考え込まないで自分の実力、はい、自己ベストが出せるように、うん、この後も頑張ってください。 ありがとうございます。若林さん応援してます。ありがとうございます。ありがとうございました。はい失礼します。失礼します。はい、ありがとうございます。匂いましたね。さきくんが思いのほかね、はい、すごくはいはいって真剣に聞いてるんで、はい、ちょっと途中で行けなかったですけど入れなかったです、うん、だいぶ匂いましたねこれね。どういう言葉ですか、うん、表すとしたら。はい、さか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 さ。未来、それは遠い先のことではない。今私たちが暮らしている日常が未来の常識を作るのだ。日本ゴール、これは将来名教国語辞典に載るに違いない言葉を今から予想してあげるコーナーです。今言った趣旨です。現日本ゴールってこと。さあ今週もどんどんメールを読んでいきましょう。ラジオネーム大木ボンスさん、藤森タクシー、お、咳してんじゃないよ。藤森タクシー、藤森タクシーとは2030年に都内で見かけるようになった個人タクシーであり、非常に客への態度が悪いことで知られている、うん、その態度の悪さは客を乗せた瞬間から始まり、こっちがまだ行き先を言ってないのに俺んちまで行っちゃいますかお客さんとかましてきたり、うん、長野ナンバーのくせに六本木生まれみたいなトークをしだすし、さらには信号待ちの時においおいおいと言いながら客にパンチをしてくるという本当にクソみたいなタクシーである。なので都内を走っているドライバーの方は大音量でヒップホップを流しているタクシーを見かけたら迷うことなくかまほってほしいものである。これはちょっと鬱陶しいですね。2030年ということはいくつぐらいになってんだろう。藤森くんは27、8でしょ今。うん、だから20年弱かかってるかな。うん、40代50前、7とかか。50前の男がウェイウェイってやってきたり、うん、ヒップホップ大音量、ね、いやでもさ、なんかさ、愛妻家のさ、うん、なんか息子自慢みたいな感じのタレントさんになってそうじゃない。なるほどね、うんうん、家族愛にさ大事にしそうだね、うん、家族を、うんうん、その頃お前ってどうなってるのかな。2030年頃もうヨボヨボでさ。いやいや、そこまで行ってなくないかい。まず50ちょいぐらいでしょ。ああ、そうか。20年前、52とかだよ。52ぐらい。うん、だから、うん、むつみそうに住んで、うん。うん。うん。子供たちにいじられてるんじゃないか。まだ住んでるの、あそこに。まだ住むよ、それは。うん。まだ日本放送になんかいじられてるんじゃないかもしれないよ。52歳で。むつみそうにどっかに移動させられたりとか。いや、でもそうなってくると、うん、メンバーもさ、チーム付き焼き場じゃとか、超若い子が、ディレクターが27とかでさ。うん。52のお前超いじられてるもんね。超いじられてんじゃん。あ、そう。うん。俺はもうブーブー言うよ、すごい。そう。まあまあ、そうね。向こうの方が、向こうの方がね、新人だしね、うん。続きまして、ラジオネーム、土屋隆之、うん。巨乳だった頃の優香を知らない子供たち。
巨乳だった頃の優香を知らない子供たちとは、昭和ポップスの名曲戦争を知らない子供たちの続編にあたる新たな歌謡曲のことである、うん、この曲が発売されて以降、日本の国家も巨乳だった頃の優香を知らない子供たちに変えようという意見がいろんなところから巻き起こり、そのまますんなり日本の国家は巨乳だった頃の優香を知らない子供たちに変更されてしまった、うん、ちなみに国家にすることについても、この曲を作ることに関しても優香の許可は一切取っていないため、訴えられたら確実に負ける、うん、歌詞を知りたいよね、うん、メロディーはあれなのかね、ちょっとメロディー歌ってみてください、これ僕歌下手なんだ、うん、ちょっと字が多い、まあ巨乳だった頃の優香を知らない子供たちもうよくわかんない、うん、うん、うん、臭い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 臭くはない、臭くはないよ、あ、こういう作り方じゃない、違う違う、でもう一回、もう一回歌ってください、おかしいなと思って、俺音痴の俺でもおかしいなと思って、うん、旅をさ、いまいちよく知らないの、戦争を知らない子供たちの、合ってるんですよ、字が多いってこと、お前なんか言い訳して保険作んなよ、歌う前に保険とかだよ、普通に、うん、歌ってちょっと、巨乳だった頃の優香を知らない子供たち。臭い臭い臭い。臭い臭い臭い。臭い臭い臭い。臭いとかあんま知らない。そんな時。そんな時じゃないんだよ。これは、春日と、うん、土屋孝之、うん、ほんと50ずつ悪いね。50-50 で悪い。お前らのほんと。ちょうど50-50。あ、そう、申し訳ないですね。さあ、続いていきましょう。東京都ラジオネーム、犬逃がし条約さん。うん。犬逃しかな？逃がし。逃がしじゃない？ゴンス。ゴンスとは、ガンツに便乗したカスガとして、チームつけ焼き橋制作のつけ焼き場映画である。うん、カスガはゴンススーツと呼ばれる衣装を身にまとっているが、うん、出演者の一人前田健はオーバックを着用し、うん、アナルを丸出ししている。肝心のストーリーであるが、うん、ガンツとは何の関係もない、うん、カスガ俊明のインタビュードキュメンタリーである。質問に対してカスガはまず、うん、ゴンスなーから話を始めるが、うん、長い割に面白くない。もしくは全く着地点を用意していない。インタビュアーがうまく話を運んでくれると、うん、渡りに船とばかりに話を寄せていくのが特徴的である。後半、あまりのつまらなさに業を煮やしたビトタケシが銃を乱射し、うん、全員死んでしまうという急展開を見せる。ゴンス。いいじゃないですか。これだからもう、お前さ、ちょっと待って。うん、なんじゃこれ。あの、カスガ語あるじゃん。うん。お前、カスガ語のこと超好きだろ、お前。いや、これ超好きだよ。もうちょっとゴンスナー言ってみる。ゴンスナー臭い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 ことはないだろ、臭いことはないよ、うん、使い方がおかしい。あ、そう。いいね、これゴンスね、うん、これガンツがだからさ、もう公開したばっかりだけどさ、うん、DVD 化する前に撮ってさ、うん、そのガンツの隣に並べたいですね。だから似てるやつもね、そうそうそう、間違えて借りちゃう人いるかもしれないから、パロディ映画、うん、ゴンス、うん、見たらガンツはあれ黒い玉じゃん。そうね。黒い。ゴンスは何が指令をこう出してくるの、そう。黒い玉じゃなくて。ビーチボール。どうですか、皆さん。ビーチボール。枠の遥か外を通り過ぎていきました。ゴール決まらずですか。ビーチボール？ビーチボール。で、ゴンススーツってどんなスーツの？なんで、真っ黒いスーツ。いや、ガンツのスーツ一緒だよ。そこら辺はさ、うん、真っ黒ピッタピタのスーツよ。ウェット？ボンテージ？ボンテージ。お前、俺の意見採用するんじゃねえよ。ピッカピカだから、黒ピカピカ。いや、それを言ったんだよ、俺は。うん。さあ、続いていきましょう。ラジオネーム、土屋孝之。乳搾り吉武。乳搾り吉武とは、2018年に牛の乳を搾りをしやすいようにと、牛の乳搾りをしやすいようにと、うん、両手を牛の乳搾り機に改造した田中義武の新しい芸名のことである、うん、
堀吉武になって数日後、田中義武は自宅でオナニーをしようとした時、右手の乳搾り器にチンコから全ての体中の体液を絞り出されてしまい、ミイラみたいに干からびてしまった。逆番のじゃねえか。4コマとかね。これさ、土屋孝之3時半に送ってきてんだけどね、朝の。牛の乳を絞りをしやすいようにと、うん、とか、乳絞り器にチンコから、とか、これ、大丈夫かな？疲れてないですか？文章がおかしいと。いや、珍しいのよ。土屋孝之にこういうミスないから。もうね、もうフラフラになりながら送ってきたんじゃないですか。フラフラになってこれを思いついたんだな。送らなければと、今送らなかったら忘れてしまうみたいな。乳搾りをしたいけど、うん、ギャグ漫画じゃないかという声もありますが、今週は以上となります。なるへそ男。さあ、今日のベスト未来人選賞を春日さんに選んでもらいましょう。発表してください。そうでゴンスな、出たゴンス。ビーチボール、発表いたしましょう。本日のベスト未来人選賞はゴンス。ラジオネーム犬逃がし条約。お前春日の気づきだろ、自分で自分の。しかも東京都、これ聞いてない。聞いてない。これ急に送られてくるぞ。急によ。急に自転が送られるぞ。犬逃がし条約って初めてじゃない？いくつ、ね、見して。初めてこの番組で。年齢若いじゃない、赤いじゃない。読んだんじゃない、だから。女の子かな、どうだろうね。男の子かな、この本名的に言ったら分かんないね、どっちか。はい。初めてのやつを聞けなかった、ね。ということで、ゴンス、きっとこれが将来の名教国語辞典に載るに違いない、どのページに載るかというと、渾身の後ですね、打ち解けて仲良く付き合うことの後に、ゴンスが入って、うん、その次が、昏睡でございます。深く眠り込むこと。いいとこ入りましたね。いやー、聞いてないか、東京都。残念ながら、初採用で聞けてないという、ね。もったいない。ということで、今日紹介した方、全員にですよ、1000円分の名教国語辞典図書カードと、プラス、合格三種の神器も一緒にプレゼントしちゃいます。太っ腹ですね、名教さんね。そして、ベスト未来辞典賞の犬逃がし条約さんには、名教国語辞典と、プラス、ジーニアス英和辞典もセットでプレゼントしちゃいます。来週も未来辞典のコーナーにメールはがきを待ってます。メールアドレスは、kw@allnightnippon.com 未来辞典のコーナーへ。はがきの宛先は、郵便番号 100-8439 日本放送、オードリーのオールナイトニッポン。こちら、住所と名前を忘れずに書いてください。お願いします。日本優勝。いや、新聞切り焼き場全然おかしいじゃないやん。おーおーおーおお、優勝しましたじゃないよ。家帰ってみろ、そんなんだったら。バカ野郎が。え、ステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。聞こうぜ。オードリーのオールナイトニッポン。あの人の一日。ちょっと覗いてみたい一日のスケジュール、その人物の人となりが分かる、そういうコーナーでございます。ゴンスな、さあメールをですね、春日さん、よろしくお願いいたします。よし、参りましょう。ラジオネーム、ロドリゲス仕事しろ。秋元康さんの日記を拾ったら、こんな一日のスケジュールが書いてありました。朝起床、コーヒーをすすりながら川の流れの容疑をヘビーローテーションしてしまったりする。して、まったりする。昼、まったりしすぎたため、会議に遅刻する。遅刻の理由を、来る途中に、道端で苦しむ妊婦を病院に送り届けていたと、言い訳メイビーする。夜、セーラー服を脱がしまくる。なるほど。というね、うん、やっぱりその実生活に基づいた曲作りをされているということなんでしょうね。
歌詞もね、そういうとこから出てくるんでしょうね。そうでしょうね。やっぱり経験してないことはやっぱ書けないのかしらね。かもしれないですよ。そう、はい。さあ、私、ラジオネーム、スピニングトーク。流通ジャーナリストの金子哲夫さんの日記を拾ったら、こんな一日のスケジュールが書いてありました。うん、朝、各社新聞を細かくチェック。昼、仕事に向かおうと電車に乗ろうとしたら、ドアに舌が挟まる、うん。夜、帰宅途中に急にトイレに行きたくなり、公園のトイレへ、うん。和式だったため、地面に舌がついてしまう。じゃあ、普段。ちょっと出てますからね、あの人。だから普段、テレビとか出るときは、それでも抑え込んでるんだろうね。そうです。舌が。ね、和式の時ついちゃうっていうぐらいだったテレビに出てない時は膝の下まで伸びてますからね、はあ、力を入れないと膝の下まで下が伸びてますからねなるほどあんまり似てないですねさっき社長を見ちゃうとあもう申し訳ないけどもね、うん見てなかったらもしかしたら似てると思ったかもしれないです社長を見ちゃってる気をねあのねオフプライベートの時は、ね、膝の下までこう下がダラーとなるほどよくじゃああそこまで収めたねテレビ出るときはね、うん、グッとね、うん、ハエとかがこういっぱいあのね捕まってる、うん、垂れてるし、ね、普段は、はい、田舎の肉屋とかに貼って、天井とかにやったろ、ハエ鳥、そうね、黄色くなってるやつね、うん、うん、あそうだもん、行きましょう、ラジオネーム琴の侍かっこカムクラシ、吉岡秀隆さんの日記を拾いました、朝低血圧でなかなか起きられないわけで。ようやく起きたけどもトーストを前の日に買い忘れていたので朝ごはんは食べられないよ食べられなかったわけで昼ドラマの撮影現場で共演している女優さんの胸ばかり目がいってしまうわけで凝視していたら吉岡さんそんなに見ないでくださいよとやんわり怒られたわけででも怒られて妙に興奮してしまったわけでなんだか下半身がムズムズしてしまったわけで夜、共演した女優さんを思い出しながら、オナニーにふけるわけで。そしたらいつもより気持ちよく射精できたわけで。終わりです。ね、ただのバカじゃねえかよ。言葉に気をつけたまえよ。うん。いやいや、これ書いてあったんだからしょうがないでしょうよ。まあね。バカじゃないよ。うん、非常にやっぱり男性。男性ね。うん、ザ男性って感じですよ。うん。さあ、私、ラジオネーム。ホールウィスナーさんです、うん、松下奈緒のスケジュール帳を拾いました、うん、朝ドラマの撮影をする、うん、昼打ち上げで飲みすぎて二日酔い決定、うん、夜ラベンダーの匂いがする部屋に帰宅しゲロリンパあお茶目な部分がありますね高校1年生の女の子ですよ行きましょうか福岡県ラジオネーム用心坊主たけしさんの手帳を拾ったらこんなことが書いてありました朝ダンカンこの野郎昼ダンカンこの野郎夜ぶち殺すぞこら夜意外に我慢できなくなったんでしょうね何があったんでしょうねそこまで書いてなかったもうその短くそれだけが書いてあったとさあ私ラジオネームスピニングトーク、うん、沢尻エリカさんの日記を拾ったらこんな一日のスケジュールが書いてありました、うん、朝気分よく目覚めたので離婚をやめようと思う、うん、昼エステに行く、うん、夜ゴミ箱に投げたゴミが入らなかったのでやっぱり離婚しようあ二点三点するんでしょうね。そのゴミが入らなかっただけで。したらまた旦那さんが聞いてないですね、みたいな。そういった覚えはないですね、みたいな。また揉めるんでしょうな。うん、誰が本当のこと言ってんのかって言ってね。行きましょうか。ラジオネーム、エリンギ。若林さんの日記帳を拾いました。朝。若干の遅刻をして現場に入ると共演者の女優にそこそこキレられる、うん、これはマジなのかそれとも冗談なのかわからない後で藤森に電話だ昼フォーが食べたくなりベトナム料理店に入るが今日は里見がいないのでパクチーを抜いてくれと言い出せない注文に戸惑っていると店
店員に、あんよはせよ、と声をかけられ、なぜかキムチを出される。俺は韓国人ではない。夜、疲れを癒そうと、バーで一人飲みを試みるも、隣の外国人に、小林、小林、と話しかけられて、落ち着かず、5分で店を出る。家に帰り、寝室でプラネタリウムを見ながら就寝。今日一日のことを思い出したら、泣いちゃった。これワード落としてますよ、日記帳。これだね。聞いたことあるような、なんか、感じだもの。話だもん。うん。うん。あなた落としてますよ。あ、ね、日本放送が、間もなく放送になるみたい。ああ、そうなんですか。はい。入ってくる。5秒で。あらららら。もう。おーおお、はい、来る来る来るの。うん。さあ、日本放送をお聞きの皆さん、こんばんは。オードリー若林です。土曜の夜、カスミン。いやー、皆さんサッカー楽しんでましたか？一つ吉なに。サッカー良かったですね、日本優勝して。我々はここまで通常通り1時から、うん、ずっとラジオやってきました。そうですね、いやー、盛り上がりましたな。盛り上がりましたね。こっちも、今回は。向こうは1対0ですか？一回ゴール決めました。1-0。1-0。はいはいはい。こっちはもう何回ゴール決めましたかね。ちょっと数え切られないね。網がもうグダグダになるぐらいゴールが決まった、ね。シュート打ったら全部入るみたいなね。ええー、形で。もう今回は下ネタ一切なし。なし。うん。そしてちゃんと成立している話ね。うん、これをね、大事だと。やっぱり基本に忠実に振り、よく振って、短めの言葉で落とす。そういったトークで2時40分までやってきました。うん、まあ、短めの言葉は確かにそうですな、落とす、はい。うん。もう、下ネタって言ったらね、うん、もう、春日さんがタンクトップ着てるぐらいのことしかなかったですからね。なかったね。非常にクリーンな。クリーンな。もう、小さい子供に聞かせても何ら恥ずかしいこともない。はい。うん、素敵な放送でしたよ。ちょっと文部科学省に持ってきたいと思います、音源をね。だから我々の、もうそのね、番組の、はい、もう代表的なね、はい、うん、模範的な回ですよ、今回はね。ですね。いやいや。今はですね、あの人の一日の途中でございましたね。うん、そうでございますな、はい。はい、じゃあ私行きたいと思います。うん、新潟市週刊メタメタルさんですね。ある看護婦さんのスケジュール帳を拾ったらこんなことが書いてありました。朝、患者の尿道に入れた管を抜きに行くが、うだうだされイラつく。自分で抜く方向に話を持って行ったら本当に自分で抜いた、うん、ラッキー、あいつマジちょろい。昼、患者の話でナースステーションが盛り上がる、うん、髪を下ろしてベストを着ていなくても変な言葉が治らないとこマジキモいという意見で、マジ一致団結。夜、半身浴しながら昨日のオペを思い出す。鼻がでかい男はあれもでかいってやっぱ迷信。図体でかいやつほど心電図をよく鳴らす。あいつの鼓動、マジウケる、うん。思い出し笑いをして、彼氏に惹かれた、マジ勘弁。これ明日して病院行かなきゃダメだな、お前落としてるな。お前の日記だろ。いや、私の看護師さんでしょ、看護師さんのスケジュール帳でしょ。あ、お前のことだ、これ。これ私のことだな、完全にな。それ病院に苦情言いに行った方がいいんじゃない？なんていう病院に行ってたの、うん、それは言えないけれども。言えないんかい。うん。これまずいね。うん。いやでもこんな感じの看護師さんに見えなかったけどね。あ、そう。別にその、ギャルっぽい感じもないし、うん、真面目そうな方でしたけど。でも裏の顔はそうだったんじゃないですか。へ、あ、でも、確かにナースステーションとか行くとみんな一斉にこうバッてこっち見たりとかしてたからな。あいつ来た来た来たみたいになってたかもわからんな。うん、この看護師さん初め、それかもしかしたら春日さん来たわよみたいな、ダンディーな春日さん来たわよみたいな色めきだってたんじゃない、ナースステーションが。なるへそ。何がなるへそだバカ。さあ以上となります。皆さんどしどしあの人の一日にメールを送ってください。メールアドレスは kw@allnightnippon.com。 はがきの宛先は郵便番号 100-8439、 日本放送オードリーのオールナイトニッポン、あの人の一日の係までメールはがき待ってます。現在受験生キャンペーンとして、トースお守り、合格鉛筆、カイロの合格3種の神器を全員にプレゼント中でございます。住所と名前を必ず書いてお送りください。続いてこのコーナーに参りましょう。ヤフートピックスを作ろう。さあ、ジニエタをトークするコーナーでございます。うん、ジニエタ、はい、うん、じゃあ私からいきましょうか。ゆけい、ありがとうございます。ラジオネームウニさん、蓮舫、
国会で暴れてパンチラ。うわー、どんな暴れ方したんだろう。これはもう乱闘でしょうね、パンチラするぐらいだから。ということはもうけなんか蹴りとかもガンガン出したりとかしたんでしょうね、うん、これあの丸山さんね丸山さん丸川さんね、うん、丸川さんともみ合いですよ、丸川さんにハイキックしたんじゃない、うん、それでパンチ出したいかも。丸川さんもそれを受けると。丸川さんもね、膝上げて受けても持ってる。本格的だな。最終的にスカート2人でマッチ上げて、パンツ丸出して、蹴り合いしちゃう。パンチラどころの際じゃないよね、これ、うん。丸出しですけどね、そうなると。で、いろんな国で放送されてる。それはされるな。あの国どうなってんだ。参りましょうか、じゃあ、私。ラジオネーム、グッドモンキー。ガチャピンムック、金銭問題でコンビ解消。悲しい話ですね。まあ、お金っていうのはね、怖いですからね。怖いですね。さあ、私、ラジオネーム、土屋隆之。市原悦子、照英のオナニーを目撃。やっぱその、癖なんだろうね、市原悦子さんの覗いちゃうっていうのが。見たわよ。何見てるんですか。見たわよ。うん、それ見たわよ、とりあえず見たことは伝えるんだね、その場でね、うん、やばいもん見たっつってこう、あなたを見たわよ、一応伝えるんだね、あらやだ、うん、落ち着いてんな、落ち着いてんな、市原悦子も、うん、参りましょうか。ラジオネーム、リンゴ飴。関東に過去最高の FM ブーム到来。関東限定ですけどね。なんで関東になんだよ。わかんない。誰かが何かをきっかけにして。何があったんだ、うん。全国的に流行れ。過去最高の。関東からどん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 派生していくんじゃない、うん、ご自由にどうぞ。うん。さあ私、ラジオネーム、ノーキグさん。うん。春日、金玉が破裂し、中からひよこが生まれる。まあ、ファンタジーなお話。これ、くだらなすぎるだろ、これ。なんだよそれ。こんなヤフートピックスに乗るわけないよ、うん、乗るか、ひよこ生まれたら乗るよ、取材が殺到する。まず金玉にひよこを入れて、あ、じゃあ金玉に卵を入れて縫ったってことだからね、これ一回入れて、うん、でひよこが返してから卵、金玉が、どうでもいいわ。いいね。うん、よし行きましょうか、うん、ラジオネーム、土屋隆之。レミオロメン、チンコロメンに改名。いやよ、おい。もうさ、もう、もう、ね、どうも勝手にしてくれよってなるでしょ。このまんま。ラジオネーム、うん、キットキットさん。うん、オードリー春日、うん。オードリー春日だけいいとも卒業。寂しい話だね。まあ、でも気持ちよくやめていくけどね。確かにね、なんでだよ、問題を起こしたんだか。でも、受けるだろうな。理由がなかったら、問題を起こしたんじゃなかったら、もガチでお前だけ卒業した。もうね、逆にもう気持ちよく笑顔で卒業していくよ。花束持ってさ、なんでだよなんでだよって。行きましょうか。どうしよう。これにしましょう。ラジオネーム、キシンチ。埼玉県。年間最高射精埼玉県年間最高射精量を記録これ一回で読めなかったら申し訳ないねちょっと笑っちゃって怖いですね、笑って読めないパターンがラフトピックさん、申し訳ない、笑っちゃって埼玉県なんですね、埼玉県が年間最高射精量を記録です。どうやって測定するんだよこれオールナイトニッポン。他に道なき
二人なのに。死んではめんじゃねえぞ。夢は捨てた。さあ、それでは参りましょうかね。ラジオネーム琴の様の一角鎌倉市。おい孫、無条件に可愛いこと。死んでもやめんじゃねえぞ。いや、成長したらそうでもなくなるでしょう。というね。ラジオネーム土屋隆之。おい鉄球、浅間山荘をぶち壊すこと。死んでもやめんじゃねえぞ。もうないと思いますよ、あれは。というね。続けてないしね、鉄球それ。ラジオネーム大仏ラーメン。おい主婦、株に手を出すこと。死んでもやめんじゃねえぞ。一部でしょ、株に手出してる主婦って。というね。全員出してるわけじゃないでしょ。大阪府ラジオネームアトミックパンチ、かっこ受験生。おいおっぱい、パイを釣って気安く呼ばれること。死んでもやめんじゃねえぞ。受験生だったら勉強しろ。というね。何がというねだよ。いきましょうかね。ラジオネーム土屋隆之。おい明日必ずやってくること。死んでもやめんじゃねえぞ。何ちょっといい感じのこと言ってんだよ土屋。おい土屋、大丈夫かお前。というね。ジーニアス英和辞典プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は大衆館書店、明治製菓、日本音楽著作権協会、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キャスティーショーに全国36ナッツお送り。さあ、まあ、今回はですね、まあ、サッカーがあったということで、うん、日本放送の方はまあ2時40分ぐらいからの、うん、もう20分弱ですね、15分ぐらいしかお届けできなかったので、まあ、残念なところもあります。我々それまでフリートークゾーンではね、うん、もうエコの話ばっかりのようになりましてね、なんか真面目なね、はいはい、話しちゃいましたな。まあ、伊達直人はね、うんうん、まあだったね、俺たち2人のねあれだったり、うん、まあ、ね、全部は言えないですけどもね、うん、聞ける人は何とかして聞いてほしいなと思いますけれどもね。あとは趣味のパッチワークの話を僕は初めておろさせてもらいましたけれども、ね、いやあれはね、うん、びっくり受けました。知らなかったから。知らなかったでしょう、うん、なんか今度作って私にも、うん、まあまあ全然、ね、春日さんは今日のトーク総括すると、まあ私もね、なんでしょうね、すごく爽やかな、うん、FM みたいな話多かったですね。多かったですからね。ノルウェーの森を見に行った話のね、感想を、うん、なんかしてましたけれども。そうね。ぜひとも皆さんもね、見てもらいたいなと思いますよ。まあ、今日ね、こういう放送の景色やってみて、こう、テレビで、まあ、向こうモニターでね、サッカー流れてて、うん、チームつけ焼き場全員がそっち見てた。うん、俺はね、ほんと、里光と今日縁切りたいね。いい機会だ。里光だけはこのオードリーのね、うん、パスワークを見てくれると思ったらね、うん、ずーっとサッカー見てましたから。なんか、まあ、サッカー経験者だからね、っていうのはあるかもしれないけど、うん、一番なんか、熱かったらしいですよ、うん、向こうで。でしょ？チーム付き合い基盤の中で一番熱く見てた。結局、前クリもね、なんか、オードリー、うん、オードリー言ってるけども、ずーっとサッカー見てたしね。うん。ユーザーさんもずっとサッカー見てましたよ。そうですよ、はい、でもう聖堂さんも、ずっとサッカー見てました、うん、だから来週からスタッフが総入れ替え。そうね、残るのは今村だけ。会ったこともないスタッフ、うん、と俺たちもギクシャクしながらね、距離を取りながらね、うん、もう全部分かったからね、そう本心というかね。本当今村だけだな。今村君は今村ずっと聞いててくれたんだろ。だろ、あそこに立ちながらね。何首かしげてんの。バカ野郎、この野郎残してるって言ってんのよ、せっかく。ああ、そうだよ。まあね、あとね、うん、
まあ、関東近郊のね、そのハガキ職人の方が急にそのグッズが送られてくる可能性ありますけども、そう一人、びっくりするなよ。そうね、ね、そういうことだから、あなたは、うん、自分の知らないところでとんでもないゴールを決めた決めてますから、びっくりしないように、急に送られてくる方はね、返品しないようにね。そうね、うん、間違いじゃないから。そうそう、うん、ということで来週はチームつけ焼き場総入れ替え、そうなんですか、右メンバーでお送りしたいと思いますね。そうね、作家も総入れ替え、総入れ替えね。来週はね、騎士が来ちゃうんだからだから、ね、だからね、コーナーも全部変わるかもしれないはい、ということで今週もありがとうございました。若林でした。この後また夢でお会いしましょう。アディオス。